皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太郎です。まあ、今現在はですね、ウイルス騒動というのがあります。で、まあ、私は自営業者です。で、世の中の大体の方はサラリーマン、会社員という方が結構多いと思うんですけども、どうでしょう、会社員の方で、まあ、大体の方は例えば給料は毎月安定してもらえると、だからお金の心配はないけれども、まあ、ウイルスに感染しないかがすごく心配であると。お金の心配はないけどウイルスの心配はあるという方がね、もしかしたら多いのかもしれません。私としてはむしろその逆でですね、ウイルスについてはいろいろ調べた結果、まあ、通常の感染対策をしていれば、まあ、大丈夫だろうと、ね、いうふうな結論を持っています。ただしですね、お金の方は正直に言うと心配です。いまだに私この前の仕事っていうのは高校の教師をしていたんですけども、その時の初任給にいまだにこう追いついていません。まあ、それでもね、毎日幸せに暮らさせていただいているなという、ね、自覚はあるんですけれども、まあ、それでも本当にお金の面でね、やっていけるんだろうかという心配あります。だからウイルスの心配はほとんどないけれども、お金の心配はあると。で、このお金の心配っていうのはずっとです、はっきり言って、ギタリストを本格的になった2013年からですか、ずっとあります。うん、よくここまで来れたもんだなと、10年弱ですね、よくここまで来れたもんだなというふうに、まあ、思いますけれども、ずっとね、ギタリストになってからずっと思っていることがあります。それはこれ、その何十年後とか何年後とか先のことはよくわからないけれども、まず今日一日まずやろうと思ったことができて、で、幸せに生きられたらそれでいいじゃないかと、今日一日の区切りで生きようということでずっと来ました。ずっとその積み重ねで、2013年からですか、今日まで来ました。ただの本当に積み重ねです。だから先のことはどうなってるか、その2013年の頃、例えば今2021年、今自分がこうやって YouTube で発信してるなんて思ってなかったし、まさかホールでソロリサイタルを開くとも思ってなかったし、全然先のことなのか分かんないです。ギター教室の生徒様が何名になってるかも分かりませんでしたしね。ずっとです、ずっと。で、2013年の頃なんかは当たり前ですけど生徒数は0名なんですね。教室開いたばかりですから。で、 YouTube もしてませんでしたから、どうやって PR したらいいんだろうって分かんない。で、何かの表紙でありがたいことに電話で問い合わせが来たと。ありがたいと、まあ、1人2人とポツポツとこう増えていったと、ね、増えては何かの事情で転勤、生徒様の転勤とか何かでこう減って、また増えてと、そのずっと繰り返しで、これからどうなるんだろうとずっと思って、まあ、でも何年かんやで今まで来れたなというだけです。で、その時もまず今日一日ね、まずやろうと思うことね、自分のギターの練習とか、まあ、エルゴの練習とか、あるいは、今日生徒さんのレッスンがある時だったらその生徒さんのレッスンとか、まあ、そういうのを一つ一つできたと。で、それぞれでこう充実した時間、ね、を過ごすことができたと。あ、今日はいい一日だったなと。で、それで床に着くと、それでいいんじゃないかと、それで何が不満なんだという感じで自分にこう言い聞かせました、ね。お金ももちろん、まあ、今もそうですけど、昔はもっとなかったです。全然なかったです。まあ、アルバイトしながらでしたけど、それでも、今よりもこう、収入というのは少なかったです。でも、まあ、それなりには生きていけたと、ね。別にカップラーメンだけを食べてるわけじゃなくて、まあ、ごく普通のご飯もありがたいことに食べれていると。それでいいんじゃないかという感じでこうずっと来ました。で、この考えというのは、ギタリスト、自営業のみならず、何かで悩んでいる方にとっても有益な考え方ではないかなというふうに思います。例えば、会社とか学校ですごく、まあ、圧迫感を感じている方なんかね。で、まあ、もちろん、今すぐここから抜け出したいという方もいるかもしれません。まあ、抜け出すという、ね、選択肢もあると思うんですけど、明日、明後日というわけにはいかないと。ね、いう方はまず今日一日の区切りで生きようと、ね、今日一日、
で今日一日だけでも、まあ朗らかに、ね、心を明るくして、ね、生きようと。で楽しく生きようと。でやろうと思うことをやる。例えば学生さんだったら、自分のやる勉強だけに集中する、ね、あるいはこう、この本だけは絶対に読むぞと、ね、で本を読んでる間はそういう悩み事とか一切考えない、ね、で24時間のうち数分だけでもそうやってこう夢中になれるものがあればやっぱり幸せだと思うんですね、うん、で手前味噌ですけど、例えば趣味を持つ、ね、ギターをするとかで、そのギターの音ってすごく、心にじんわりと、訴えるものがありますから、うん、その音に触れてる時だけでもこう幸せを感じるというんだったらそれでもいいと思うんですよ、ね、人生いろいろ辛いことあると思うんですけど、でまず今日一日の区切りで精一杯生きようと、ね、いうふうにすれば、まあ、意外と私もこうやってね10年近くこうやって生きてこれましたので、もし何かにね悩んでる方がいたら、今日一日の区切りで生きようというのをちょっと頭に入れて、今日からねぜひ実践してみてください、まあ、みんなでね、楽しく、人生を生きていきましょう。はい、それではさようなら。